続きまして純熊さん、はい、京様小暮様いつも動画楽しく見させてもらってます。初コメントです。はい、アイアンについてアドバイス欲しいのですが、現在オノフの 50g 台のカーボンシャフトが入っているものを使ってます。はい、アイアンを変えようと思っているのですが、いきなりスチールの 100g に近いものにするか、似たようなものにするか迷ってます。ちょっと待って、現在オノフの 50g 台のアイアンなのこれ。なんかね、多分 50g 台っていうものもちょっと突っ込まなかったですけど、なんかレディース用っぽい雰囲気ありますね。間違えてる？50g ってドライバーとかじゃないんだ、うん、アイアンで 50g レディースだね。どうやってもレディースだと思う。似たようなものにするか迷ってます。ヘッドスピード45、うん、スコアは90前後で回る、ゴルフ歴は2年ほどの年齢20代前半、うん、お若いね。ドライバーの飛距離は250ヤードほどで、うん、7番アイアンで150ヤード打ってます。ドライバーウッドは純正シャフトで全く打てず苦手です。うん、ご教授よろしくお願いします。でもね、この 50g 台自体ってちょっと引っかかってる。俺もそう思ったんだ今。本当に50か。そうだからね、そういう聞き返しで50ってあんまありえないよね。え、今成さんの奥さんのシャフトでさえ50以上あるよね。50ぐらいか。よく分かる。そんな感じかなと思うんです。ああ、だからまあじゃあこれはさておき、うん、いきなりスチールの 100g に近いものって100g だとだいたい今でいう標準のちょい重、一般アマチュアからすれば、うんうん、今はだから95、85、75あるから、うんうんうん、で、僕で105なんですよ、うん、っていう感じ。俺も105だもんね、うん、重いって言ってたじゃん。違う、俺は重いってか硬い。あ、まあね、うん、で、ヘッドスピード45、スコア90前後なんだから、うん、で、ドライバー250ぐらいいくわけでしょ、うん、で、7番で150ヤードなんで、別にスチールの 100g に近いもの、まあもうちょっと、本当に 50g であったら、うん、80g とか 90g でもいいよね、うん。いきなり100… ちょっとずつ上げてってもいいかな。本当に50使ってんだったらいきなり倍になったらちょっとゴルフおかしくなる、うん、飛ばなくなるし。でも 重いから振りやすくなって良くなる可能性もあるよね。なんかそれかぶさないでいや、お前が言いそうなことをかぶしちゃったでもだから結局あれですよ、まあよく言う、僕言う違う言い方すると、あとシダクラブで 100g のちょっとや打たせてもらったりとか、やっぱ結局舌が大事なんですよ、うん、とりあえず打ってみないとっていうことにしとこうね。で、うん、ちょっとやっぱ俺も小暮も気になるのはアイアンで、男性だよね。ドライバー飛距離250だ、男性だよね。男性、うん、で 50g 台のカーボンっていうことなんで、ちょっとその辺が、レディースっぽいねっていう感覚になっちゃうんで、ちょっともう一回見てもらって、うん、別に 100g だったら、まあ、重すぎず、まあ、今の平均よりもちょっと重いぐらいっていう感じね、っていうことなんで、それをあの目処にちょっともう一回考えてみてくださいってことがいいかな。はい、はい、続きまして、モナオユウさんっていうのかな、教祖様トリッキー小暮氏毎日動画、お疲れ様ですと。遅くなりましたが、以前ヘッドとシャフトの操船について質問させてもらったものです。その説をご回答ありがとうございました。アドバイスをいただいた通りに、捕まるヘッドに捕まらないシャフトなどいろいろしだした結果、タイトリスト TS3 の 8.5 度にツアー AD の VR6X、最近 VR 多いね。で、最新のシャフトじゃないですか。自分の感覚ではやや捕まるヘッドにやや捕まるシャフトにしました。まだ3ラウンドしかしてませんが、無理に捕まえに行かなくても軽く捕まるので、ティーショットの不安は少し減りました。ありがとうございました。長くなりましたが、また質問させていただきたく思います。自分のクラブの重量を調べていて、ピッチングと50度の重量差が 18g ありました。ピッチングと50、はいはいはい、ピッチングはモーダス3の 105X、 俺と同じじゃん、はい、で50度はダイナミックゴールドの S200 が刺さってます、はい、使っていて特に困ったことはないのですが、重量差は少ない方がいいのでしょうか。ご回答いただければ幸いです。18g、まあ差ありますね。まあまあ、だからシャフトの重さが違うから。あ、まあそう。これはどうなの、別にピッチング PS、うん、僕はだから重量差ありすぎますけど、うん、
クラブがさ、あれじゃん、なんだっけ、PS サンドが多分重いんだと思うんですけど、うん、その辺はね、うん、で使ってて差し支えないって言ってる時点で、うん、そのままでいいです。大丈夫だよね、そのままでね。大丈夫でいい。無理にその100ヤード以内軽くしても、うん、多分振っちゃうと思うし、だって極論だってその3の PS のシャフトだけ変えない人もいますからね。あれの4番から P までは変えても3の PS だけはやっぱ変えない人って多い。まあジャムさんもそうだもんね、うん、3の PS に関しては絶対変えてないもんね、うん、っていうことでいいかな、うん、はい、続きまして、はい、何、大丈夫、大丈夫、大丈夫、あと切ってグリップ入れるだから、うん、トラウツさん、トラウツ、トラウツさん、皆さん、小暮さん、動画配信を楽しみにしています。早速質問ですが、はい、グリップメーカーやグリップパターンは統一させた方が良いのですか。グリップのことはね、教えてください。またグリップのバックラインはありなしとありますが、はい、どちらが良いでしょうか。ちなみに僕はウェッジのみバックラインなしにして、うん、裏差しにしてます、うん、お二人の意見を聞かせてください。よろしくお願いします。グリップメーカーやグリップパターンは統一させた方が良いですか、うん、さっきと同じような似てるけどね。好きなのでいいんですよ、本当好きなので。だから自分のこだわりのなんだっけグリップでいいと思いますよ。ドライバーはこれで、だからサンドはこの人こだわりね、それでいいんじゃないですか。自分のクラブカスタムだから、うん、自分のクラブこうやりたいように、うん、やってくれってことでいいよね、うんうん、ということで大丈夫かな、このグリップの質問、トラウトさん、うん、だからもう本当、例えばさ、偶数はさ何色でとか、奇数何色でとか、それトリッキーじゃん。いや、言いますよ、そうやってとか言われるからPS をサンドは色変え、色グリップ変えて、まあ、それファッション性ね。そう、あと、うん、ドライバー何色、クリーク何色、本当ですよ。ちなみに、まあ、ちなみにトシちゃん言っとけなんだよそれだってグリップのさ、ここに入れるところにさ、ここにシールがあってさ、これは何番って入れてるみたいな数字が書いてあるんだもん。え、どういうこと、どういうこと。だからグリップに何色がこうだって、こう、こういうのが何色、こういうのが何色って、あ、そのなるほどね、そういうトリッキーな人もいるから自由にやってくれだよねっていうことだろ。そう、はい、ということでいいかな、はい、はい、続きまして、持ち玉持ち玉トップ&チョロさんですちょっと待って、トップ&チョロ、いつも動画楽しみにしてます。何その言い方、言い方ないですよ。ちょっと英語風に言ってみて いつも動画楽しみにしてます。以前質問させていただいた際に教祖から、ヘタッピとかスコアとかじゃなくてゴルフを楽しんでほしいと言われ、とにかく楽しくラウンドすることを心がけました、はい、結果スコアも初の100切りを達成しました。あ、おめでとうございます。終わりましたね、ありがとうございました。一つ質問させてください。ドライバーのシャフトですが、ヘッドスピードが40でフレックス R を使用しています、はい、US モデルのテンセイレッド50ですと、はい、知人からは S に変えた方が良いと言われていて、フレックス選定の基準は何が正しいのでしょうか、ちなみに持ち玉はフェードと言い張っているスライスです。ご教授お願いしますと。分かんねえな、フレックス選定の基準。俺知らないっす、そのフレックス選定のシャフト。選定ってシャフトでしょ。転生、転生、転生、選定、今選定って言います。違う違う、硬さをその人の何を基準にその硬さを選べばいいですかっていう選定。ああ、選定選ぶ、転生、この人のシャフトは転生だから面白かった。アホかお前は。ちょっと待って、切ってきて、ちょっと頭のこっち、もう頭も切ってこい本当にもう、と天然だよ、あいつは。基準はわからないんですね。基準はどうしますか。基準、うん、基準ないもんね、うん、基準がないから、例えばだからさ、うん、こう基準が欲しいんだよね。分かりやすい、うん、そういう指標がないから、うん、要はヘッドスピードが、うん、45の人は S がいいですとか、うん、そういうはっきりしたものがあると選びやすいんだろうね、うん、だから例えばヘッドスピードが40だったらあなたは SR ですよとか、うんうんうん、
そういうのがあれば教えてくれってことなんだけど、だけどその S だって SR ヘッドスピード X だと S、SR ってあるけど、うん、メーカーによって硬さ違うんだもん、まあ、それもあるし、そういう指標はないじゃん、そう、うん、っていうことでお前グリップ入れんのグリップ。はい、すり合い。これ新しいの？新しいです。新しい。飛ばなくていいじゃん。だってあいつすり合い持ってんだな、あれ。ピッピ持ってます、持った。すり合い入れたの？なんかアイアンをなんかテーラーに変えてきて。変えてきたの？変えてはい。2回に33です。自分で勝手にやれって言うちょっと電話しないと、今日はあれだ、祝日だ。テープ？テープ、ここ剥がれない。やっと使い切るんで。で、どうまでだっけ、全く分かんない。天性、天性レッド、天性と何でしたっけ、天性と何を間違えてたんでしたっけ、天性と剪定で頭切ってこいって言ったの剪定基準はありませんよってことだよね、その人にの好きな、好き、まあ難しいんだよこれ。そう、でも好きだって言ってたらさ、決めらんないから、決めなきゃいけないわけじゃないですか、決めてほしい基準をね。これはさ、分からないよね、うん、どうやったって。俺のヘッドスピードだったらさ、うん、普通 X じゃんいやいやっていう顔してるけど、宮下さんのヘッドスイングは SR じゃないですか。違う、俺はあれが合ってるだけの話であって俺はだから自分のシャフトを見つけてるだけの話であって、うん、でも見つからなかったらさ、うん、このシャフトが見つかる前はさ、うん、バカみたいにさ、うん、あの、ダブル X がいいとかやってたわけじゃん。いやいやいや、まあ、X がいいって X でしたね、うん、でさ、SR なんか打てねえとかさ言ってさ、で、なんだっけ、もともとあれ SR がいいって言ったから SR だけど、その後 S も買ってるんだ。 S も買ってるんで、一応ね、 S も買ってる。 S の無双と SR 日本体制でね、そう、試したんだけど結局 SR のが弾飛んでたから、飛んでた。なんでこれ、俺は SR になっただけの話で、うん、だからこれは経験を重ねてってやるしかないから、うん、どうなんだろうね、ヘッドスピード40で知人からは S に変えた方がいいって言われてるって。いやいや、無理にね、変える、硬くする必要ないですよ。あのね、球がね、まあ、じゃあだから僕が見てて思うのは、ボンって強振してコースボールでね、あの練習場ボールじゃないですよ、コースで球が吹き出したら硬くしていいと思う。ブイーンって吹いちゃう、自分の球が吹く感覚わかんないんじゃない、スライサーって言っても。フェードと言い張ってるスライスですよそっか、なんて言えばいいんだろう、自分じゃ絶対もっと飛ぶのにちょっと球が吹いちゃう、振った時にブンって吹いちゃって。吹く人いないってアマチュア、あんまりだからということは変える必要ないじゃん。
でも吹いた感覚が分かんないと思うよ。例えばさ、プロのトーナメント来てて、プロとかがクリックとか打ってる球を見てるんだって、あ、すげえ球落ちてこないとか、そういう感覚で、あ、これが吹くかって分かればいいけど、自分が打って、あ、球吹けちゃったっていう感覚は分かんないか、おそらく分からないと思う。だからね、無理に硬いの作る必要ないし、宮下さんもヘッドスピードが50ないぐらいあるのに SR だからね。うん、だから選定基準ってちょっと難しいんだよね。難しい。だから、本来だったら例えばきっちりしたものがあればいいの、ヘッドスピード40から43の人は、SR ですとか、40以下38ぐらいまでの人は R ですとか、そういうのが基準があれば、あ、パッと進めてね、できるんだけど、そうでもないところがあるじゃん、ゴルフのシャフト。なんかね、触れなくても硬い方がなんか伝わる人もいるし、うんうん、触れるのに硬いより柔らかい方がいい、うん、人もいるし、その基準がないんですよ、ね。出たよ、これってやっぱ得意のあれだよ、この S のシャフト、シダしてくれだよね。ね、お前の得意なシダだよね。だってシダが一番なんだもん、結局。あと知り合いの打たせてもらうとか。あ、そうね、そうね、うん、その感覚がいいと思う、知り合いね。 で人の打たせてもらった時に、あとかっていうあがあればいいかな。そうだね、ちょっとそういうにしてくださいでいいよね。うん、シダか、まあ、もうこの人、友達、知人からは S だから、その知人の人のやつを打たせてもらうからね。と、うん、いうことで、ちょっといや、もういろんなの打つから、やっぱり本当にもうと、うん、いうことにしておきましょう。